ガリシア州内の位置アメスキータは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデビアナに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1169人。カスティーリア語表記は、ラメスキータ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.28%。アメスキータは、オーレンセ県の南東部に位置し、コマルカデビアナに属する。 北は、ビアナドボーロ、北から東にかけては、サモーラ県、西はアグディーニャの各自治体と接し、そして南は、ポルトガルのブラガンサ県と接する。自治体中心地区は、ア・メスキータ教区のアメスキータ地区。平均高度は800メートルを超える。アメスキータはベリン司法管轄区に属す。アメスキータの歴史は、 古代から北ポルトガルのトラスオスモンテス地方やレオン地方のサナブリアと深く結びついていた。ローマ時代にはアメスキータの領域の大半はブラカラ・ウグスタのコンビンタス・ブラカレンシスの支配下に、そして北西部の一部がアストリカ・ウグスタのコンビンタス・アスチャー・イセンシスの管轄下にあった。中世にはアメスキータはモンテレー伯爵とベナベンテの ティメンタル家の所領に分けられた。カダボス、アイスクルケーラ、マンサルボス、オペレイロ、サンティゴーソの各教区は、その後王家の所領となった。ゲンチャグアソーソ教区は、アマランテ伯爵家の所領で、教会とアメスキータの邸宅は、ランカラの公爵の所有となった。自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのラファエル・ペレス・バスケス、自治体評議員は、マゼキット、A、4。 ガリシア民族主義ブロック2ガリシア社会党2ガリシア国民党1となっている。アメスキータは旧の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。